はい、どうも、哲学とです。今回もディアブロイモータルやりながら雑談していきたいなと思います。まあ、ディアブロイモータルもね、アップデートが来て、新しいストーリーとね、あと、ヘリクアリの方がね、追加されたんで、まあ、むちゃくちゃ楽しくね、プレイしているところなんですけど、おー、レーティングも上がりましたね、これ。ありがたい。ちょっとずつですがね、戦闘レーティングの方も、まあ、レベルが上がってるおかげもあると思うんですけど、上がっていってて。うん。もうちょっと、そうかな。あとちょいで多分ね、レイドボスの方が届きそうなんで、まあ、しっかりやっていきたいなって感じですね。よし。じゃあちょっと掘っていきましょうか。おー、今日の夜勤さんは、おー、渋いないですね。ただまあ、あれかな。イベントの方の夜勤さんは結構美味しかったんで、いいでしょう。はいはいはい。まあ、ディアブロシリーズ本当に、ストーリーがね、ものすごくよくできてて、まあ、今回のストーリーでも、まあ、ディアブロ4に、まあ、なんていうのかな、をなぞるような形で、おちょうど今あれですね。レベルが777になってる。おぉ。戦闘レーティングが一気にこの更新で、ガンガン上がってますね。OK。まあ、リリスとイナリウスの、まあ、血を、まあ、色濃く受け継ぐ、リリン族とイナリ族が、住む。まあ町、古代のゆりかごというね新しい、島に向かった、まあ、主人公の物語という感じでね、まあストーリー実況ね、もし見てない方いらっしゃったらぜひ見ていただきたいと思いますので、ネタバレ嫌だよっていう方は、まあここで動画止めていただけたらなと思うんですけど、まあね、とにかくよくできてて、まあこのゲームね、基本無料でできるゲームだし、まあ、ストーリーとかそういう部分はね、まあ、まさにタダで、まあ、最後まで遊べるという感じになってますので、まあ、ぜひ、実況を見てね、まあ、少しでも多くの方がね、興味持っていただけたらなと思ってやってますね。はいはい。あ、これちょっと一回あれですね。上書きしときましょう。まあ、ディアブロはね、ストーリーも本当に、まあ、なんだろうな、一回は飛ばさずにやってくださいみたいな話もね、よくしてはいるんですけど、できてますので、なんだ、飛ばしちゃうのももちろんいいんだけど、なんか、もったいないかなと思いますので、そうそうそう。これかな。インペール、ストレイフ。これでいいか。そう、ストレイフ強化。復讐の雨。ここにしときましょう。そうですね。怪物にまつわる書物も今回はアップしてんのかな。いやー、ストーリーね。ディアブロ4のストーリーもね、非常に良かったんですけど、まあ、なんか、それをなぞるようなね、ストーリーだったんで、まあ、気になる方は、ぜひ、見てみてほしいなと思うんですけど、なんか、ディアブロ作品ってね、もう各作品、まあ、とにかくストーリーがしっかり組まれてる。で、まあ、当然ながら、その作品の中でメインに追いかけるさ、
悪魔の情報っていうのも示されるんだけど、他の悪魔たちの、情報だったりとかね、まあ物語だったりとかっていうのが結構ね詳細に語られてて、それがまあ別の作品で掘り下げられて、まあ場合によっては退治するみたいな感じでね、扱われてるんで、まあそこのね各作品相互のつながりっていうのがなかなか面白いところだなと思ってて、で特にディアブロ4はね、まあディアブロ4から初めて入った方にとっては、そもそもディアブロって何ぞやっていうところあると思うんですけど、まあ、地獄にはですね、まあ三大悪と呼ばれる、まあ非常に攻撃的なさ、悪魔3匹がいて、まあその辺の、まあ一番ね末っ子が恐怖の帝王ディアブロと呼ばれてて、その上にね、メフィスト、バールというね、2人のお兄ちゃんがいるわけなんですけど、まあその3兄弟っていうのは結構主軸になってて、で初代ディアブロではディアブロだけがこう、修道院のね地下奥深くに、封印されてて、それを倒しに行くまでの物語という感じだったんですけど、どうやらこの、ディアブロにはお兄ちゃんたちがいるらしいぞという話だけが語られてて、まあそれで続くディアブロ2ではですね、この3兄弟全員と戦えるという、夢のようなねストーリーが展開されたんですけど、でまあディアブロイモータルはそのディアブロ2から、3の間の物語という形になってますので、まあ途中、まあネタバレになっちゃいますけど、バールと一緒にね封じられてたティラエル、まあ彼がまあいわば、自分の身を挺して、バールをワールドストーンの中に封じてたというところがまあ2のねストーリーと、でまあそんな封印をされていた彼なんですが、なんとですね、3ではついにディアブロとして復活してしまうというところで、そこがやっぱりすごくね、ワン、ツー、スリーの流れとしてはね、面白いところで。まあ、ディアブロ4はね、まあ正直、まあ発売した当初からさ、なんかこれリースとイナリースの話だから、逆にディアブロと戦っちゃうと打足感あるよねっていうところもあったんで、まあ、やっぱ本編では、まあ、三大役はそれほど、まあ大きな役割を担っているものの主軸ではなかったという感じなんで、まあおそらくですね、ディアブロシリーズ、まあ今までの歴史から考えると、拡張版が来なかったということはありませんので、まあ何かしら、旅立ったネイラルと、メフィスト、まあこの二人が何かしらをね、もたらしてくれるんじゃないかなという感じで、まあ新しい悪と、新しいフィールドも期待できるところかなと思ってますね。まあイモータルに関しては携帯版なんですけど、まあ大型アップデートのために新しいマップだったり、あと、新しいダンジョン追加っていうのが行われてきたっていう歴史がありますし、まあ来月はですね、いよいよ新しいクラス、7クラス目の新クラスが追加されるというところなんでね、まあ4も楽しいんだけど、まあイモータルの更新もね、私的にはこう見逃せない要素かなと思ってるところですね。まあなんだかんだね、イモータルすごくね、まあディアブロのこうなんていうのかな、ナンバリングストーリーの中で描けないような、各人物ですねの、描写の掘り下げだったりとかっていうところもあるし、まあなんだろうな、結構ですね、新しいその今までそのまあ装備品の名前とかそういうのにねでしか登場してこなかったようなキャラクターっていうのも掘り下げられてるんですね。アカラットとかね今回出てきましたし、そこも面白いところなんだよね。なのでまあディアブロ好きの人はね、まあちょっとイモータルも触ってみると、まあなんかより面白く楽しめるんじゃないかなと思いますね。まあそこに関してもいろいろな意見はあるのは私もね理解した上でプレイしてるわけなんですけど、やっぱ
ぱり面白いよね。あとやっぱりねちゃんとディアブロしてるんですよ、あのなんだかんだね、うん、特にまあゲームの戦闘面とかの部分はかなりしっかりとディアブロの一作品といっていいレベルに達してるので、あとはそうですね、まあ、今回の更新要素でさらに戦闘要素も深まってきたというところもあるんで、うん、まあ、なかなかね4と並行なんで、まあ、たくさんこう専念してねプレイするということはできないと思うんですけど、なるべくこう各更新要素についてはね、まあ、掘り下げて、うん、扱っていけたらいいかなというふうに思ってますね。まあサーバー統合もね来月に予定されてるので、まあ今までなかなかサーバーが違って一緒にプレイできなかったっていうね視聴者の方とも、このサーバー統合を機に一緒に遊ぶことができるかなと思って楽しみにしてる部分もあるんですけどね。これねエリートの位置がね全部出るんですごくいいんだけど、距離はね出ないんで、あれなんだよね、チャレンジリフトの進行バグが、実はねこれ前回の雑談動画からストーリー動画をちょっとね撮ってそのままプレイし続けてるんですけど、なんかねたまにバグっちゃうんですよね。進捗ゲージを拾ってもちゃんと反映されないみたいなバグがあって、うん、ここ悩ましいんだけどね。よし、大丈夫ですね。倒せました。まあね、すごくディアブロ4ね、まあストーリーもいいんだし、いいし、あとね、サブクエスト要素もすごくいいんだよね。うん。なんだろうな、イモータルに関しては、ちょっとね、ストーリーを楽しむ上で、まあ、ちょっと障害になる部分っていうのが一点あって、まあなんか、近くにモンスターが湧くようなフィールドだと、まあ無敵状態にならないで、モンスターに殴られるとさ、ストーリーが途中で中断しちゃうっていう問題があって、それは、なんか、なんだろうな、リリース当初から、まあ結構指摘されてた問題で、まあ修正とかのね、要望っていうのを私もね、出してたんだけど、なかなかね、その、難しいのかなって感じしますね。今のところ治ってないんで、おそらくね、結構厳しいんじゃないかなという感じですね。あ、ちなみにね、隠れ家の方ね、一週間ごとのね、ドロップになりましたので、まあなんていうか、一日にものすごく頑張ってやらなくても、一週間で、63個だったかな、集めればいいって感じになりましたので、だいぶね、緩和進みましたね、ここは。なんか毎日4回、5回っていうなると、ログインがね、厳しい時だと結構大変だったんだけど、まあそこもね、分割してできるようになった。まあ、負担自体は変わってないんだけど、やっぱり一日にまとめられるってのはすごく良くて、うん、ありがたいですよね。やっぱりまあ、時間があるときにすごいさ、集中的に秘密の隠れ家やることもできるし。こういう感、まあなんだかんだね、イモータルも理不尽だと思われる部分に関しては常に緩和がね、来てるんで。そこ
こは非常に優秀なんじゃないかなと思いますね。あ、これあれですね、守護者か。あー、すいません、お待たせしました。みんなの頭の上にあるキントーンみたいなのは何なんだろう。新しい要素なのかな、これ。サイドクエストもね、うん、ディアブロイモータル結構コンプリートするまで大変だったりとかさ、あったんですけど、あ、ディアブロ4はさらにそれの強化版っていう感じで、まあ、あれやるだけで数十時間遊べるという感じになってますので、まあ、私も、まあ、主に配信でね、少しずつやってる感じではあるんですけど、まあ、一回はね、まあ、ゆっくり、クリアまでというか、全コンプリートまで、やってみようかなと思ってますし、まあ動画にできるものは動画にね残していきたいと思いますので、まあ結構ねサブクエストもやり方わかんなくて困ってるっていう方もねいらっしゃるみたいなんで、そこもねできたらいいかなとは思ってるんですけどね。はい、まあ、新ヘリクアリすごい楽しみですね、うん、まあ、まずインフェルノにとにかく到達して新しいね、スタンスの機能を使って、戦ってみたいなっていうのがありますので、そこ目標に頑張りたいなと思ってます。うん、よいしょ。はいはい、そしたらエルダーリフトやっていきましょうかね。まあ、ただ一点、イモータルは結構ですね、インストール容量が毎回大型アップデートのために、新しいマップとね、まあ、ダンジョンとかを追加していってるので、まあ、結構増えてきちゃってるんですよね。だから、多分なんだけど、今、1.5 倍ぐらいになってるんじゃないかな、インストール容量。だから、まあ、もちろんね、ゲームのアップデートによって、なんていうのかな、増えていくのは仕方ない部分もあるんだけど、まあ、なんだろうな、ちょっと、古い iPhone とか、まあもともとギリギリだった、特にインストール領域ですね、容量ギリギリだった人はちょっとどっかのタイミングでね買い直しも検討しなきゃいけないって感じになってくるのかなと思いますので、まあ意外と軽量なハクスラではなくなってきちゃったなというところありますけどね、うん、まあ何かこうサーバー側で完全に動かしてっていうのがねできればいいんだけど、なかなか今のところはこうクライアント側にあるデータを参照してプレイするっていう感じのゲーム性になっちゃってるので、まあ、そこのねインストール容量の確保だけで大変というか、うん、イモータル専用携帯、イモータル専用 iPad がないと無理だっていうね話も聞くんで、まあ、そこら辺なんか軽量化の仕組みがね今後出てくるといいですけどね。まああと2回ぐらいが限界ですかね。まあ元々のインストール容量の2倍ぐらい
でうまくとどめるっていうのがまあ更新としてはあれなのかなと思いますけどね。まあ新たなグラフィックデータを追加しなくてもいいような更新とかね、うん、まあ難易度線形っていうのかな。まあやっぱり宿命的になんだろうな、みんなレベル、パラゴンレベルも上がってくるので、あ、そうか、これこのスキル使うとマップも全部開いちゃうんだね。これちょっと厄介かもね。どこが行ってないところが分かんなくなっちゃうからね。あれ、これ何、どうなってるの。内側に進んでいけってことなのか。そう、進行方向はどっちだったか分からなくなっちゃうっていう問題がありますね、これね。これだから意外とあれなんですね、エルダーリフトは無限に生成されてるわけじゃなくて、まあ十分にそのマップの進捗度を稼げる範囲で生成されてるっていうのがこれを見ると分かりますね。よし、来ましたね。これどうやって行くんだ。よし、大です。欲しくもらいましたね。まあとにかく今ね、イベント盛りだくさんという感じで、まあ良かったですね。ディアブロ4の発売と全く重ねちゃったら結構この、要素もね、私も触る時間がなかったかなと思いますんで、そういう意味でこの大型アップデートのタイミングは良かったし、まああとそうですね、次はおそらくディアブロ4のシーズン1監視っていうのがかかってくると思いますので、そこと新クラスが被らないようにね、まあ、できたらいいかなと思ってますけどね。まあとにかくあれですね、まあ、一つ一つの要素、まあ、しっかりとクリアしていけたらいいかなと思ってますね。よいしょ。あとはシャドウの方が、パラゴンも結構ね、今、まあ、サーバーパラゴンとの開きがあるからっていうのもあるんですけど、楽に上がるんで、まあ、とりあえず1日も早く800を目指すって感じですかね。今800なのか、うん、まあ、パラゴンレベルね、4桁っていう時代が、まあ、2段目入って、うん、来るっていうのは面白いなと思ってますけど、そこをどこまでやっていくかっていうのは何とも言えないですよね。まあ、ある種のこうサービス継続のさ、あれではあると思うんだけど、
まあ、ただですね、今700とか800とか今からやったら絶対追いつけないんじゃないかっていう方もいらっしゃると思うんですけど、あのですね、サーバーパラゴンのレベルと開きがあると、こうやってね、経験値のバフが、まあ、例えば 210% とかかかりますので、なのでね、今、最大で 1500%。まあ、最前線にいるプレイヤーの15倍の速さでね、レベルが上がるという仕様になってますので、そこは安心してもらって大丈夫かなと思います。なので、大体最前線のコンテンツまで、まあ、頑張れば一月ぐらいで追いつけるようなね、バランスに今、してありますので。ただ、じゃあ、そしたら先行してるプレイヤーは何の有利もないのかって言ったら、そんなことはなくて、結構素材とかね、こうやって私が毎日日課で集めてる、アイテムなんかの、強化要素っていうのもあるんで、まあ、やっぱりそこの差っていうのは先行プレイヤーの方がね、やっぱりあるんで、そこはあれだとは思うんですけど、少なくともメインコンテンツですね、ストーリーだったりとか、まあ、ボス戦だったりとかね、そこで必要な火力に関しては、十分ね、補えますので、まあ、レベル上げるだけでも十分強くなれると。し、あとですね、まあ、後から入って課金しても、もちろん強くなれるので、課金をするメリットもちゃんとあるという感じになってますね。まあ、イモータルね、やっぱりあんまりその、毎日のね、アクティビティとかそういうところも、厳しくやりすぎてもね、続かなくなっちゃうんで、そこはね、あんまり、大雑把にやっていくのがいいっていうのが私の結論ですね。なんか取り逃したみたいなさ、ことをいつも気にしちゃう。うん。今日のアクティビティやらなかったから、あの素材取り残しちゃったとかさ、そういう風に感じちゃうと、むちゃくちゃストレス溜まっちゃうゲームなんで、なのでね、まあ、今日取りの逃したけど、まあ、しゃあねえみたいな。考えられる人は意外と続くかもしれない。まあ、クエストとかストーリーを追うだけでも楽しいゲームだと思うし、あと、やっぱりなんかね、戦闘がやっぱりこのね、なんだかんだで、まあ、カジュアルではあるんだけど、しっかりと出来上がってるし、で、まあ、更新要素でかなりね、戦闘、まあ、ビルドの幅も広がってるんで、まあ、そういうところの面白さっていうのかな。レジェンダリーの効果を付け替えると同じスキル、まあ、同じストレーフのスキルでも、エフェクトとかも変わっていってね、戦闘のスタイルそのものも変わってきますので、そこもね、結構魅力なんですよね。まあ、今回さらに36種類のね、レジェンダリー効果が加わってるんで、なんだろうね、当初に比べるともう倍以上のね、バフがかかってる状態になりますので、そこもね、多分、楽しいんじゃないかなと思いますね。はい、これはあれなのかな、はいはい、これ一回もらえば終わりなんですかね。あとは、デイリータスクを7個。で、あと、ダンジョン集会も、なんだかんだで、まあ、イモータルに比べたら全然、イモータルじゃない。4とか3に比べたら、かなり短くはなってるものの、まあ、携帯で隙間時間にできる分量かっていうと、ちょっとね、分量的には多めなんで、そこだけはちょっとね、まあ、大変かなとは思うんですけど、まあ、PC でもできるし、スマホでもできる、ハクスラーという形になってますと。まあ、こういうハクスラが1個はあってもいいかなと思って、私もね、まあ、継続的に動画出させていただいてるんですけど。まあ、なんか、この間のね、ストーリー実況を見て、まあ、気になった方はぜひね、ディアブロイモータルもインストールしてみてほしいなと思います。私もなんだかんだ1年間やってきて、もちろんね、ちょっと冗長だなと思った時もあるし、なんか、あんまりログインする気がなくて、お休みしちゃった日も何日かはあったんですけど、
まあ、この雑談動画はなんだかんだね毎日続けてきたってとこもあるんで、うん、なんだろう、それもモチベーションになってんだよね。まあ雑談動画だけやるかぐらいの感じ。そう、私にとっては結構その仕事前にね、私はまあ学生の前で話すっていうのも仕事なんで、まあ少し口鳴らししとくというかさ、いきなり目の前でもちろん話すこともできるんだけど、なんかね、会話能力を上げておくというかさ、うん、そのためにやってるっていうところもあって、うん、まああと単純になんていうのかな、もちろん攻略情報の提供っていうのがメインだけど、まあそれだけで終わらせたくないディアブロの魅力とか、まあそれ以外のことだよね、話せる時間が欲しいなと思ってたっていうところもあって、まあもともと私自身がこのチャンネルをサブチャンネルとして立ち上げて、まあメインチャンネルであまり話せないような話をしていこうっていうさスタイルだったんで、まあその名残という感じかなと思いますけど、まあなのでテーマもまあディアブロの話ができるときはディアブロの話するけど、さすがにそれだけだと毎日は持たないので。最近見たアニメの話とかね、そういうのもしていくというスタイルにしてますので、まあ楽しんでいただけたらなと思います。まあ見たくない人は別に更新通知出してないんで、まあそれほど邪魔にはならないかなと思います。はい。よいしょ。ヒルダーかな。いるの、こっち側の上にいるか。あ、実際の位置はここか。OK。まあ、だいぶね、デーモンハンターのレジェも集まってきたんで、またね、まあ私のメインキャラクターである、まあネクロマンサーに戻って、インフェルノ攻略とかやってきたらいいかなと思ってますけどね。よいしょ。視野が遠いね。よいしょ。ちょっと一回ラッキースプラザ行きましょうか。まああと街の配置問題はね、ディアブロ4も結構さ、めんどくさい配置になってたりするとこあるんだけど、イモータルもね、ちょっとこのメインの街ウエストマーチがあまりにもでかすぎちゃって、まあ、そこの移動だけでなんかこうなんだろう、
電車内とかでさ時間使っちゃったりとかするんで、そこがね難しいところですよね。まあ歩かせるっていうことがディアブロのそのなんだろうなリアリティにつながってるっていうことはまあ絶対にあると思うんですけど、なんだろうな、まあ携帯ゲームって結構パネル選択式というかさ、ステージを選択してそこを、プレイするみたいな形式が多いのって、やっぱり日本のさ、なんていうかな、新しいこうプレイ環境っていうのに合わせてるようなところがあると思うんで、ちょっとね、日本でやる、外でやるには少し大変かなという感じしますね。まあちょっと混雑してたりもするし、やっぱり パーティーを組んでるとね、やっぱその途中で落とすのは申し訳ないっていうところもあるかな。なるべくね、その、やろうと思うんだけど、やっぱり途中で落とす可能性があるところだと、パーティーも組めないかな。そういう意味でちょっと、なんだろうな、もう一つ工夫が必要かなって感じがしますね。だいぶ強くなってきましたね。このね宝石もかなり集めやすくなりましたので、まあ、そこもね緩和なんですよね。1日に取れる上限っていうのが3倍に増えてますので、まあ、これがまたおそらく年月が進めばねさらに3倍とかそういうことにもなってくる。まあ、今、ランク1からしか作れないですけど、そこもね、おそらく変わっていくだろうな、という感じですね。はいはい。これで、どっか強化できるのかな？ランク6。はいはい。そんな感じですね。よいしょ。たらそうですね。よいしょ。あ、意外と秘密の隠れ家の歩兵がむちゃくちゃ入りやすくなりましたね。まあ、今朝早いっていうのもあるんだろうけど。定理報酬結構ね800近く800超えてる方もいらっしゃってすごいなと思いますね、うん、まあ、おそらくなんですけど BP だけだとそこまで達しないと思うんで、元から高かった方が、まあ、さらに、周回でレベル上げをしたんだろうなと思うんですけど、すごいですよね。なんか隠れ家母兵がちょっと集まらなそうなんで、そろそろ終わろうかなと思います。まあ、またね、雑談動画の方も撮っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。